こんにちは。オーストラリアアマゾン輸出サポート、堀秀夫です。オーストラリアは楽園。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、アマゾン輸出がおすすめです。オーストラリアアマゾンの売上見込み、3年後に7兆8000億円という予想が出ています。オーストラリアの経済研究所の予測記事、 オーストラリアアマゾンは3年後の2022年にはオーストラリア第6位の小売業者になるだろうオーストラリアアマゾン2022年の売上予測6兆2400億円から7兆8000億円これは80億ドルから100億ドルと予想されているのに1ドル78円で計算したものですアマゾンは世界で予想以上の成長をしてきました だからこそ現在、株式自価総額世界一になってます。仮に経済研究所の予想通り、3年後の売上が7兆8000億円だったとしても、この規模は日本アマゾンの2016年の売上高1兆1660億円7600万円の6.7倍の売上規模です。これ日本のまあ売上ですね、日本アマゾンの売上 ま、ずっと伸びてきて、え2016年が1兆円をちょっと超えたぐらいという形です。でね、ただ、こう、売り上げが伸びきった2016年よりも、当然伸びてる最中、あるいはまだ小さかった頃、ま、例えばね、2010年とか2011年頃が日本アマゾンだと一番稼ぎやすかったです。で、日本アマゾンで稼いだ方法、ね、日本アマゾンは、 2010年までは FBA を利用するライバルがほとんどいませんでした。そのため FBA を使うだけで簡単に稼げました。例えば私はヤフオクで中古の家電を買ってそのまま Amazon の FBA 倉庫に入れていました。これだけで1万円で買った食器洗い乾燥機が3万円以上で売れたりしていました。ところが自己発送で儲けた人たちは FBA は送料がもったいないということでミスミス儲けの機会を逃しました。今オーストラリアアマゾンを始めるのは早すぎると言っている人の意見を見ると自己発想から FBA に乗り換えらなかった人たちのことを思い出します。アメリカアマゾンや日本アマゾンで稼げるか。現在日本アマゾンでは FBA を使うのは当たり前です。 そして日本人ばかりでなく中国人などたくさんのライバルがいます。今の日本アマゾンで儲けるために必要なこと。独自商品の開発、カタログ作成、ブランド登録、商標登録、広告の運用、これらすべてをうまくそつなくこなさないと儲かりません。初心者にはちょっと荷が重い作業です。正直、 現在のオーストラリアアマゾンは大した売上ではないです。しかし3年後には7兆8000億円の売上規模が見込めます。理想を言えば、というか理想はいつも基準の空論なんですが、売上がもっと増えてから参入するのが効率がいいように思います。しかし日本やアメリカアマゾン、eBay や独自ショップで実績を上げている人たちも、 同じタイミングで参入してきます。その時、物販未経験の初心者が、これら、競合のライバルに勝つことは難しいでしょう。そうなると、今のうちから初めて儲かる商品を見つける、そして Amazon を信用させる取引実績を積むことが重要です。先に始めていれば、強いライバルにも勝てます。というか、始めて1年もすれば、ライバルに打ち勝つだけのスキルも身についています。 そして市場の成長。ね。転売の瞬は、客層の良い成長期です。まあ、成長期ってのはね、ここまでですね。この後、急拡大した後、ね、利用者は増えていくんですけど、ここから先増えていく利用者っていうのは、正直あんまりありがたくない利用者が増えてきますで。市場が大きくなってますんでね、ライバルも増えてる。利用者は悪くなるというとね、 まあ、静寂した状態のプラットフォームっていうのは、顧客も荒れ、ライバルも増えて、稼ぎにくく面倒なことが多い市場になります。ヤフオク、楽天、日本アマゾン、アメリカアマゾン、メルカリ。いずれもプラットフォーム自体が成長している時期は、濡れてで泡で稼げました。ね。もう、ここら辺の時期っていうのは本当に面白いように儲かりました。ただ、 今もね、この辺来てますけどね、日本のアマゾンとかアメリカのアマゾン。まあそうなってくるとね、まあ正直、えー、絶対に泡どころかね、まあすごいなんか、ローを多くして見えリスクなしみたいな感じになっちゃってます。それでもまだ、オーストラリアアマゾンを始めるのは時期が早いとしましょう。では、オーストラリアアマゾンが絶好の参入チャンスを迎えるまで何をして稼げますか日本アマゾンでは稼げません。 アメリカアマゾンでは稼げません。eBay では稼げません。YouTuber になっても稼げません。アドセンスじゃ稼げません。アフィリエイトをやっても稼げません。すでにたくさんのライバルがいる市場では、初心者がちょっと努力したぐらいでは稼げるようにはならないのです。しかし、ライバルの少ないオーストラリアアマゾンであれば、初心者でも稼ぐことは可能です。もちろん、今の状況だと、 年間売上一1億円を目指す人が参入する市場ではありません。しかし、年間売上一1000万円程度であれば、今のオーストラリアアマゾンでも十分達成可能です。すでに月間売上一1億円を超えているような出品者もいます。まあ、普通に初心者が今から参入してね、えー、月間売上一1億円。まあ、それは時期早唱かもしれません。ただ、 システムをうまく使ってやってる出品者の中には、売り上げ1億円を超えてるような出品者もいると。ということは、もう売り上げ1000万円でね、月100万、月に30万儲ければ十分という、もう初心者が参入するには十分な規模の市場になってます。今のうちから、オーストラリアアマゾンに集中して取り組むことが、初心者が稼ぐ一番良い方法です。何しろね。 物販初心者にはオーストラリアアマゾンが一番のおすすめ。もうその決定的な理由です、ね。オーストラリア人は間違いに寛大。これね、同じことをやったら、日本だったらね、もう詐欺師をばわりされて悪い評価確定、ね。で、何件かこれやっちゃったらね、ボロクソ言われて多分ね、もうもうやだと、ね。もうやめますと。なるの確実なような事件がね、ありましたんで、まあそれをご紹介します。ね、ダイソーの紙粘土。まあもうね、えー こうみんな扱ってる商品ですけど、これタイトルを見るとね、白とピンクのセット販売に見えるけど、画像はピンク、画像はピンクだけ。で、このタイトルを見るとね、白、ピンクセットに見えます。あるいは逆にタイトルを見ると白、またはピンクだけど、画像はピンクと白。一つなのかセットなのか紛らしいカタログ結構あります。で、このカタログの場合は、 ピンクの画像ですけど、タイトルを見るとね、ピンクって書いてあって、ホワイトって書いてあってね、ピンクとホワイトのセットだろうという風にも見えます。で、私も見てね、いや、これ普通に見てね、画像はピンクだけど、ピンクと白のセットだと思うのが普通だろうというような感じのカタログでした。で、それね、えー、購入者から、えっ、ーえー、と、ピンクしか届かねえけど、白とピンクのセットじゃないのかと、あ、逆か。 えー、白しか届かないけど、ピンクともセットじゃないのかと、クレームが来ました。そこできっぱり、いいえ、白のみの販売ですと。返上したところ、白とピンクのセットを買ったのに、白だけ届いた。評価3。評価3って普通ですからね。え、評価 3? 文句言って評価3回みたいなね。えー、返品するとかね、評価1とか2をつけるんじゃなくて、評価3。の何のダメージもない評価です。これね、日本なら詐欺師呼ばわり。 アメリカでもまあ返品確実でしょうね。今のアメリカだったら。しかし、さすがオーストラリア。不満はありつつもまあ普通の評価さんと。ね、一つ少ないけどまあいいかというところです。普段からリアルショップやインターネットショップでひどい目に会い続けている OG は忍耐力の強さと適当さが日本人から考えると別世界です。結局ね。 これ、粘土頼んだのに、輪ゴムが届いたとか、そういうのがオーストラリアの標準なんでね。まあ、二つだと思ったけど、粘土一個届いたから、まあいいかというのがね、オーストラリアの標準。嘘みたいな、本当の話です。まあね、金額もこれね、粘土見たら安い商品じゃなくて、もっと高い商品だったらこういうわけにはいかないでしょうけど、まあ、5ドル、10ドルのことで目くじら立ててもと。まあ、一回一個でいいよじゃあもういらねえよ、ピンクみたいな感じなんでしょうね。 これね、あの商品は書いてあります。そのものズバリの商品の事例じゃないですけど、まあ、似たようなやり取り、ねえ、それでいいのかいというようなね、えー、返事が来ました。まあ、オーストラリアあの、アメリカも昔はそうだったんですけど、今では夢のようですけどね、オーストラリアはまだ古き良き時代のアメリカアマゾンよりもさらに緩いです。それと、オーストラリアには、値切るという習慣もぼったくりもないと。ねまあ、オーストラリアね、もう、 3年半ずっと住んでて、今も毎年3ヶ月ずつ来てて、もう4年以上トータルでいますけどね。まオーストラリアでタクシー代をふっかけられたことはないです。ね、まあ、ふっかけないんですけど、インド人ドライバーがね、えー、20ドルって表示されててね、50ドル出したらね、お釣りはいいだろうとか言ってきたことはありますけどね、冗談じゃねえってね、あの、釣り返せって言ったことありますけど、まあまあ、あの、 ふっかけてね、えー、メーター動かさずにね、20ドルと行くところ100ドルとかっていう、そのアジアでよくありがちなことはないです。それとね、ラーメンが口に合わなかった。えー、これはあの、私はなくてね、私の隣で食べていたおじさん、ラーメン口に合わなかったんでしょうね、日本のラーメンね。で、なんか、もうもう一口。 口つけただけで、ね、残して、でただ、ね、一生懸命ね、ねいや、まずいから残すんじゃなくてね、口に合わないんだみたいな、ね、いや、それまずいって言うんだろうって思ったんですけど、ラーメンが確かね、15ドルか20ドルなんですけど、えー、それにさらに、ね、チップ、だから50ドル出して釣りいらないからとか言ってね。 え、言ってましたね。いや、まずかったらチップ払わねえだろうと思うんですけど、逆にね、まずかったけどこんな残すの悪いからって言ってチップを上げるのか、あるいはね、うわ、こんだけまずいもん食っちゃったよ、ラッキーとか思ってね、なんか他にいいことあるからここでもじゃあチップも上げとこうと思うのか、まあ、ちょっとそのね、細かい、あの、思考回路はね、なんでって聞かなかったんでわかんなかったですけど、まあそういう光景も見ました。ね。まぁ、あ、や。 日本相手に商売をするにはもう最新の注意と病的な素早さが必要と。何しろ日本で商売するのは世界一厳しい消費者を相手に設けるということです。まあね、日本アマゾンで販売したいんですって言われるとね、まあ、私も色々止めます。ねえー、止めるし、まあこういう動画、あるいはね、サポーター向け、なの、サポートしてる会員さん向けの動画も日本とアメリカもうやめようよというのを作ってるのは、 結局取り組んでもね、多分続かないです。だって嫌になっちゃいますよ。大して儲かんないにすんごいクレーム来たりするわけですから、普通の神経してたら嫌でしょうね。まドマゾな人ならいいんでしょうけど、まあね、そういう人はあんまいないんで、まあ悪いことは言わないからもうやめときなさいと。ね、すでにやってて儲かってんらいいんですけど、今から参入とか絶対無理です。で、えー、そんなことのね、えー、変人が、 一旦あったその日本人でどんだけ厳しいか。ね。ヤフオク。今ヤフオクってね、受け取り、えー、受け取り通知しないとね、売り主にお金が入んないわけですね。で、まあ、別にでも、受け取り通知しなくて、あ、すいません。受け取り通知しないと素早く売り主にお金が入んないと。まあ、ほっときゃね、48時間かなんか忘れましたけど、日付が過ぎればね、えー、お金入るんですけど、まあ、ただね、 受け取ったらすぐ通知するのはマナーだろ、みたいなね、えー。なんか通知がすぐ来まして。受け取ったっ,たって自分は海外にいて日本で受け取ってもらってるからね。荷物来たよとも教えてもらえなかったと。ね。まあ、うちもオーストラリアで住んでますからね、ずっとね。そんな日本的な荷物が来たからどうしようとかそういうのはもうとっくにそんな習慣ないんでね。いや、荷物来てたって言ったら、ああ、そういえば来てたね、なんか、みたいな感じでね。まあ、しょうがないから中見てね。あの、受け取り通知しなきゃいけないんだ、というのを。 やり取りして、受け取ったのにね、えー、もう、あの、すぐに通知しないなんてね、どんだけ迷惑かけんだ、この野郎、みたいなね、メッセージが来ますし、あるいはね、えー、入金になって、発送頼むよって言ってね、翌日に発送しないとね、なんで送れないんだ、この詐欺師とか言われるしね、まあ、はっきり言って、この、ね、えー、自分が販売する立場になると、日本人を相手に商売するっていうのは、厳しすぎますね。 まあ厳しいけどね、すんごい日本人はね、ガンガン買うんだってならいいんですけどね、厳しいくせに大して買いやしないと。かといって返品多い、クレーム多い。まあ初心者には全くお勧めできないです。まあね、大しても買わないのに、品質にも接客にもアフターサービスにもうるさいと。まあいろんなブランドが日本市場から撤退するのも当然と言えます。これね、そこそこ名のあるブランドは日本市場からほとんど撤退しましたね。 まあいろんな理由はね、あれこれくっつけて撤退してますけど、結局のところそういうことです。あの、大して買わないのに品質にも接客にもアフターサービスにもうるさいし、ね、儲かんないしやってらんないね、というのが、まあ日本市場を撤退してる理由と。まあ日本は販売場所ではなく仕入れをする場所です。のんびりで取引できるオーストラリア市場で販売しましょう。そしてね、のんびり販売しましょうって言ってもね、オーストラリアの小売市場は日本市場より大きいです。 これ全く勘違いしている日本人多いですけど、人口は日本の4分の1ですけど、購買力は日本より大きいです。何しろ、11月15日から12月24日までの4 2日間で500億ドルの売り上げと。これ4兆2000億円。ホリデーシーズン、オーストラリアのホリデーシーズンの売り上げです。日本全体の売り上げがね、年間26兆7000億円、月間2兆2200億円ですから、 えホリジェシーズンの売り上げ、ね、これ40日間で4兆2000億円、片や月間2兆2200億円ですから、オーストラリアの方がすでにもう購買,購買力は大きいと。ね、日本の企業でいうと、イオンとセブンイレブンは別格として、それ以外の、ね、いろんな小売業ありますけど、それよりもオーストラリアのクリスマスシーズンの売り上げの方が大きいと。ね、年間売り上げがオーストラリアのクリスマスシーズンの売り上げの方が大きいという規模です。 ですから、さっき言ったね、えー、3年後に7兆8000億円で日本の6.7倍っていうのはア、アメリカの、あの、オーストラリアのアマゾンの話ですけど、すでにオーストラリアの,その市場自体は日本よりでかいと、ね。だから日本人がね、人口少ないしとか言ってね、えー、無視してる場合じゃないもう規模です。まあ、そんなアマゾン、オーストラリア、高く売れた商品をいくつかご紹介します。えー、ミニオン、危機一発。 まあいかにもオーストラリア人が好きそうですね。まあまあ、これは飲みに行くときってか、パーティーのときってね、えー、負けたら敵以来一気飲みとかやるにはうってつけの、えー、あれですね。で、オーストラリアには価格注意の表示はないと。何言ってるかっていうと、これ日本だとね、えー、定価より高いですよって注意が今書いてあります。何しろ日本では転売は違法ですしね、えー、定価より高く売るのも違法です。ね あの、厳密には法的には問題ないんですけど、まあ、えー、けしからん方でね、えー、けしからんとなりますし、えー、詐欺師をばわりされるんでもう実質違法だと思った方がいいです。というわけで、アマゾンも日本の法律に合わせて、ね、えー、定価より高いですというふうに日、日本では表示してます。もちろん、オーストラリアはいくらで売ろうがね、自由ですから、まあ、そんな表示は一切ないです。そうそう。日本ではね、これ、 定価以上で商品を販売するのはすごいリスクが伴います。本当に欲しい人が買えなくなりますとかね、言うんですけど、まあ本当に欲しいなら高くても買えようという、まあそれは普通の世界標準だと思いますけど、日本人の場合は本当に欲しいわけじゃないんだけどみんなが買ってるから安く買えるなら買おうと思ってる人が買えなくなるというのを本当に欲しい人が買えなくなるというふうに言います。 ま意味が違うんじゃないかなと思うんですけど、まあ日本の本当、本当に欲しい人は買えなくなるってうそういう意味ですね。まあ日本国内で商売するなら安く販売するのが無難と。でもそうなると稼ぐのが難しくハードワークが必要になる。まあ元にミニオン危機一発でオーストラリアではアメリカアマゾンの2.5倍で売れてます。オーストラリアで日本製品を買うと日本の何倍もの価格です。 オーストラリアは買い物をするには地獄です。しかし一転して輸出ビジネスで販売する場所として考えると楽園です。もう全くこの理想的ですよね。日本からオーストラリア。日本は逆ですよね。日本では買い物をするのは天国です。しかし一転して、えー、販売するとなると地獄ですと。 ね。天国と地獄が入れ替わってるわけですね。北半球と南半球で冬と夏もね、逆転してますけど、その仕入れ場所と販売場所というのも逆転してますね。まあ元に、ね、日本製品がオーストラリアで何倍で売れるか続けます。ゴルフバッグ、ね。1.84倍。日本の仕入れ価格との差額2万994円と。オーストラリアね、ゴルフ用品だけはまともな通販あるんですけど、ただ、ね、 えー、オーストラリア国内で売ってるのは、えー、アメリカの普通のもんだけ。だからね、えー、ヨーロッパ製とか日本製とか、ね、気の利いたもんというか変わったもんは売ってないです。だからそういうのだとね、差額の取れる商品もある。国産ウイスキー3.1倍。えー、日本と、日本のシリカ穫との差額34,859円と。まあ、今、日本のウイスキーはね、すごい、すごい売れてます。ね、世界中で。えー、イギリスでも。 フランスでも、オーストラリアでも売れてるし、オーストラリアの酒屋なんてね、えー、日本ウイスキーの棚は開いたまま補充されてないという状態です。ね、まあ、日本し、日本ウイスキー、高く売れますね。それから、ツリグルリール、1.82倍。日本の仕入れ価格との差額、57,552円。差額ね、ね、えー、一桁間違えてんじゃないかって感じですけど、間違えてないです。 えー、日本では7万100円のリールが12万7652円で売れてると。それから戦隊もののおもちゃ。ね、26.46倍。日本の仕入れ価格との差額22万3889円。これも桁間違えてんじゃないかと思うんですけど、間違えてないです。ねえー、オーストラリアで売れた金額23万2680円で。日本の定価8791円。まあ、ただこれね。 定価で買えるのかって問題はあるんですけどまあいずれにしてもね、日本よりはるかに高く制約してますそれからね、もう日本だとありきたいのダイソーまあ先ほどの事例でも年度出てきましたけどまあダイソー商品でも高く売れてるものは売れてますね、年度8個セット4.64倍、ね、年度同じく年度10.97倍、ね、かと思えば40.31倍と えー、10.07倍。同じ年度でなんでこんな価格差が出るんですかって普通の日本人の価格だと、えー、疑問に思うとこなんですけど、あんまオーストラリア人ね、細かいこと考えないです、ね。なんかこれ勘違いして買っちゃったんじゃないかなという気がしますけど、まあ依然してもね、まあ50ドル以下の安いもんだったら、いくらで買ったか覚えてないことがほとんどでしょうし、まあ欲しいものを売ってたらね、 えー、差額はどうかとかね、どっかで安く売ってないかとか考えずに買うのが、まあ普通のオーストラリア人の、えー、買い物スタイルなんで、まあこういう同じ商品の制約額にすごい差があるっていうのはよくあることです。それからゴマスリキ15.96倍、スミパック10.6倍、ね、スミパック日本セットで5.45倍、まあこれも普通の日本人不思議に思いますよね。1個と2個同じでなんておかしくないですかって まあおかしいんですけど、一、まあ、つしか欲しくない人はこっち買うでしょうし、二つ欲しい人はね、こっち買うでしょうし、たまたま、えー、見たのがこっちでね、あ、なんかちょっと高いんじゃないかな。二、ねえー、つとか三つで同じなんで売ってないかなって言って探すっていうのはね、まあ、あんまりないでしょうね。一個で十分だと思う人は一個で買うと。たまたま、えー、日本で出てきた人は日本買うと、ね、いうのが普通のオーストラリアの買い物スタイル。 ミニディスク、10枚セット4.36倍。メラニンスポンジ16.7、8倍。チリトリ、14.95倍。ティラノサウルス、13.3倍、33倍と。まあ、それから番外編。自差商品。自差商品って何ってことですけど、えー、限定品でね、仕入れて品切れになったから売るとすごい高くなる商品。いわゆる日本でやると、えー、法律違反になるやつですね。定価より高く売るってやつ。 これね、ベイブレード、日本価格3万1千円オーストラリアでも3万4565円ですけど、これ元々の定価はね、3千0いくらですから、それ買っといて、ねあ、お知らぎれになったぜって言って送れば10倍で売れるという話です。一方、ね、オーストラリアに出すなら価格差10倍の商品もボロボロ見つかります。でさっきも、ね、出てきたダイソー。 オーストラリアにもダイソーあります。それはな、ね、んで高く売れるのか。まあ、たまたま見てね、安いものだったら気にせず買うっていうのも、まあ理由の一つですけど、まあダイソーがオーストラリアで高く売れる三つの理由。一番、オーストラリアのダイソーは品揃えが少ない。そしたら日本のダイソーみたくね、バカでかーいところにね、すんごい数の商品が置いてあるっていうダイソーの店舗はないです。 シドニーのでかい店舗でもね、えー、バカでかい店舗はありますけど、えー、品揃えはスカスカです、ね。多分商品数20、日本の大きいの店の30分の1ぐらいしかないんじゃないですかね。えー、最大で。まあその程度の、まあ、商品しかないと。ねえー、品揃えが少ない。プラス、えー、売り切れが多いということでね。ダイソーで買ったもんがあって、ああ、ね、でもこれまた買いに行こうかなとした時にね、 でも行って品切れめんどくせえしって言ってね Amazon 見てね5ドル10ドル他社,他社買えるんだと思ったらそれ a z o n で買えるのが普通のオーストラリア人の買い物感覚ですねそれとオーストラリアの大ストは多くの人が利用できるような店舗もなってないとあの一部大都市のすごい人が集まる場所にしかないんでしかもねシドニーの街中には何軒もありますけどちょっと外れると全くないというような形なんでね すっごい街中で、えー、いつもダイソー大好きという人以外には、えー、ダイソーで買い物っていうのはあんましやすくなってないと。ねまあ、それと、まあ、先ほどから言ってる、オーストラリアには10ドル、20ドルの格差なんて気にしない人がたくさんいるということが、えー、一番の理由です。まあ、そんなオーストラリアの物価、ね、コーラ400円。 サバシオ定食2500円。これね、あの、こだわりの、えー、関サバ使ってますがかそういうことじゃなくて、普通の弥生県のサバシオ定食のことです。それからさっきから言ってるダイソー、そもそも100円ショップじゃなくて、えー、2.8ドルショップなんで、まあ、えー、250円。まあ、為替によりますけどね、まあ、少なくとも日本の倍以上の金額だということです。勝てる相手としか戦わないのがプロと。 ということでね。まあ日本やアメリカ市場で勝負するのは無謀。アメリカや日本にはオリンピック級に強いセラーもいます。しかし南の地の果て、オーストラリアには強いセラーはいない。ねまあ、例えば、スケートで転ばず滑れるとか、ね、将棋のルールがわかるぐらいで、羽生くんやハブさんに挑戦する人はまあいないと思います、ね。仮に挑んでも歯が立つはずがないと。 しかしビジネスの世界だと、初心者なのに、なぜか、ューやハブに挑む人がいる。勝てるわけないのにと思うんですけど、まあね、えー、みんなやってるからとかいう理由でね、もうみんなやってるからっていう時点でね、もうそれやめておいた方がいいんですけど、みんなやってるからとかね、えー、なんかあの、いろいろ、いろいろあるんでしょうけどね、まあ、やめといた方がいいよと言ってんのに参入する人はやっぱりたくさんいます。ただ、やってみりゃわかると。 ままますすけど、えー、稼げませんそれよりも勝ちやすいオーストラリアで販売しましょう日本に住んでいるあなたがオーストラリアアマゾン副業を始めれば今の本業より稼ぐことができるチャンスです。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン演出サポート申し込むページを見てください。えー、他の他にどんな商品がオーストラリアに高く売れてるかとかね、あとそのサポートマニュアルの特別サポート、ね、マニュアルの、えー、内容を それから価格をご紹介しています。こちらをクリックしてください。以上、オーストラリアアマゾンサポート、堀秀夫でした。